学院高等部対立命館富士高校の試合を行います。めっちゃ重いです。はい、メインのものです。メインでね。立命館宇治高校、後半をチョイス。左側ですわ。左側。あ、屋根の下でフェイス。右側。間です。前半。関西学院高等部レシーブです。南アフリカが先行。
Thank you.
新高速ラインバック27番松尾君のランプレー関西学院高速ラインバック27番松尾君の主語のランプレー原因は宮本高速ラインバック関西学院高等部サウナの攻撃で朝の胸の下が成功Thank you.
Thank you.
Thank you.
セカンドアンゴール。Thank you.
Thank you.
ティーガー神戸市。Thank you.
部内閣は53番日向君の作品が出役ゲームはあまりありませんでした立命館高校サーブダウン立命館高校サーブダウンの攻撃は担当選択3回目の攻撃権を放置し担当により陣地を挽回し攻撃権を相手チームに追加いたしますシールタイマー、春日学院高等、2回目。
校敵陣39ヤード地より新たにバスタンの攻撃。試合終了まで1分を切っています。チームタイマー、関西学院高校3回目。